Sound Bridge. この青空の下を一緒に。ブローニャに何をしてほしいですか？これでいいのよね。この戦闘は勝たなければいけません。皆さん、緊急爆発を中心に。さらにまずいのが、該当生物を調査すると、その化け物の体内から、そのうち一つは氷の律者の律者コアの波長と、いつまり先ほどの爆発で。
現在のサンゴ島の状況は、本部から帰ってきたメッセージに、サンゴ島で発生した重力、二人の律者によって生まれた化け物。その通りです。現在サンゴ、それまで不要な死傷者を出さないためにも。了解です、アルビトルさん。撤退。私はあの化け物の相手をします。でもアルビトルさん、今の状況は何もしない方が危険な選択です。でも安心してください、リタのこと。かしこまりました。はっやっはっやっはっし、離れていた。渡りガラス。敬意は天命の。さあ、お前のほ計画は変化に。それで電磁場の、やはりか。黄泉の杖の原理、ジャカラは説明しなかった。雷の律者の、ええ、ま、黄泉の杖にできること。でもそいつのテリトリー。そうしなければ何があろうと。それならデュランダルさん、それなら私、デュランダルさん。今あの化け物のデュランダルさん、渡りガラス。悔や、とにかく私に服従しなさい。シノリ、ワッカン。私の番だ。電線雷鳴の時、行きましょう。行きましょう。え、行動開始。
レベーターは崩れます。ついてきてください。三文字魔が律者の力に飲む。雷電の攻撃、早く。私に服従しなさい。ライデン・メイ、もう、ああ終わった。俺はただただもう一度彼女に会いたかった。わからない。そうか、ごめんなさい。なぜ謝る。俺たちは律者、倒さね。もうどうでもいいんだ。もしかしたら俺の感情も悲しさ来い。疲れた。
こういう終わり方も悪くないかもな、アナ。これでやっと一緒になれる。Huh?
この二つのコアはまだ生きている。成功だ。お前の目標に一歩近。黙り込んでどうしたんだ。拍手喜べ。勝利と呼べるものと。こんな結末受け入れられないかもしれない。だがこれが世界だ。世界。だから元気を出せ。今までずっとそんな気持ち。教えないさ。戻る前にもう一度吹く。そこの海岸に天命のバルキリーが。あいつは悪人でありヨルムンガだから、お前と私の他にあいつのことを。テュランダルさん、律者になってしまいましたが、アナさんは死んでも栄光なるバルキリーです。彼女は使命を果たしました。今このネックレスは彼女の。ええ、彼女の大事なものです。それならこれ。よくやった。戻ってくるといい。教えてほしい。私が律者の力でコアを制圧し奪い取ることも。それは君自身が出した答えだよ。私が失敗したらどういう結果になった。君ならやれるさ。説明して。この崩壊で二人の律者が誕生した。一人の律者がもう一人の律者のコアを飲み込み、君がしたのは同じことさ。え？どうした？通信が切れた。これはジャミングじゃない。七で何かが起こってるわ。この果てしない夢の奥で変わり果てた自分を見つめる。しまいました。骨に刻まれるほどの憎しみだけが生まれ変わるほどの成長を遂げさせます。望むもの。
ましょう。あんた、私がわからないのですか。キアナ、私は全てを変えます。この青空の下を一緒に散歩したいという。
1日の任務を完了しただけで調子に乗らないで。リリア、登場。仕事が終わったら有給ちょうだいよね。安心して私に任せてください。制約の十字架の出番のようね。
お役に立てるのでしょうか。迷宮が消えた。あそこにあるのは断りの律者のコア。精霊、よかった、無事だったのですね。はい、ゼーレは大丈夫です。やあれが断り。あなたはゼーレじゃないですか。ひどいよ。そうね。ではもう一人の意味を理解で。それに断りの律者ローニャは無駄よ。エクステンジ、これはあなたも。でもどうしてゼーレ。ゼーレにもわからない。何も時間さえも忘れ。でもある日急に。やっとその後のことはよくわかる。答えは実験が始まる日。声。私もゼーレ漁師の海から彼の代わりに。待ってください。そのような。やめてください。やめる。彼が私。ゼーレが生きて崩壊に脅かす。漁師の海から出るだ。ブローニャお姉様、他に方法。ここから出たいの。誰にも邪魔はさせないわ。たとえそれがお姉様でも許さない。広い場所。ミリア、出撃。位置につきました。ブローニャお姉様、次に目が覚める時には全てが終わっているから。まあまあでしたね。